南部実長は、鎌倉時代中期の御家人。八戸氏の祖。日蓮の有力団子氏として知られ、また、海の国覇キに居住したことから、覇キ実長とも呼ばれる。南部高校の三男として誕生。父、高校から、海の国駒郡2位の五木内にある覇キ里を、割上され、自動職を兼ねた。家庭4年、四大将軍。 藤原頼常が上落した際には、兄、御幸と共に随病を務めた。文英六年頃、鎌倉での辻説法を聞いて深く感銘し、日蓮に帰還した。文英十一年には、流罪を解かれ、佐渡国から鎌倉に戻った日蓮を破棄里へ、招き入れ、間もなく領内の身延山中に草案を造営し、外護の任に当たった。公安四年、十件紙面の道を、 本流帰信氏、三王北健育堂寺と命名、また実長も出家司法弱位に避縁と合した。公安5年9月、病神の日蓮は病気療養のため日立の湯に向かう。途中現在の東京都大田区池上に着くと病態が、さらに悪化し、実長への休暇年の感謝と指揮の近いことを知らせる。最後の手紙を送っている。10月13日朝。 61歳の生涯を閉じた、日蓮の遺言通り遺骨を、身延の沢に埋葬し実朝を中心に六郎僧、等で守った。広大、長男、実次の家系は、道の区国を地盤とする八の屁として存続し、本拠地である開国破棄以後は四男、長吉の家系が継承した。七宮博さんは、 鎌倉幕府に迫害された日蓮を日後し信仰した、その自責から信念を貫徹する気骨のある人物であったろうと推測している。実長の気概の形成には日蓮と共通するものがあり、日蓮宗の競技の影響があった。そしてその気質はこの実継や外尊の修行にも引き継がれたと指摘している。日蓮の死後、 身延山、諸祖日光と実朝の間に、日蓮によって禁止された、鹿の奉望についての論争を生じ、その結果日光は、身延を離散した。この論争については、未だに、富士系、日蓮の派と身延系、日蓮の派との決着を見ていない。はじめは日光によって強化され、日光が、身延の諸祖の時は、死としていたが、じのひが、神社参詣。 神社への寄付などを認めたので、日向に死を変更した。このため、日光との間に確室を生み、日光は、身延を去って、富士に移った。ありがとうございます。